マジで完全に終わった。どうもジェリンです。どうぞよろしくお願いします。終わった。もう完全に完敗完敗で壊す。もう完全に終わったこれマジで。ムービーコが勝った時の映像流して、幻想とかいらないかマジで。これ現実だから。とりあえず顔出して謝罪しろってバカ。あと死ぬ。マジで、ありえるかって、これ、10着とか、もう、こんな、ありえないだろって、松の向こうで飯はもう、君は絶対に不幸になれみたいな、おお、そう人の不幸ばかり味わってるやつは不幸だみたいな、おお、マジで、どうも。どうも、ジェリーです。どうぞよろしくお願いします。ってことで、無念なり、こんなトライピアビット効果なし、完全に終わってます。なん、生かせない形、ほんとも完全に終わって、そんなジェリーと見て、慰めてね、何このキャーとか、ダーバーとか、はいはい、ゴキブリ。そんなおざなりはやめてってね。どうぞよろしくってことだよね、これ。あっちゃ、なんなんだよ、一体、これ、マジで。もうちょ、え？まだそんなことやってるうちは、平気じゃねえよ、マジで。これ、今日の結果見たかっていう。昨日の10着減しました、マジで。正解、正解、みたいな、これ。そう。なんでダバかんの？こっちは来てよ、マジで。こっちが。なんでダバばかりなの？みたいな、これ。予想通りじゃねえし。もうなぁ。なんなんだろう、一体。パパもそんなに重くなかったしっていう。おー、マジで。くすくさー、夜なって、これ。ね、夜、みたいな、夜、みたいなね。そう。はっきり言おう。園田3歳、最弱だよ。でもね、俺の後ろにまだ2頭いた。おー、マジで。おー、MQ じゃねえよ、これ。地震？揺れた？みたいなね。頭を丸めたことはけども、丸めてないから、これ。これ天然だからっていう。心拍？ん？心拍搭載で9着から10着へ心拍。減っとるかな、それ。もう1歩減っとるかなっていう、これ。向こう画面でちょっとつまずい、あ、そう、君よくわかってる、マジで。そう。今回の敗因はね、まずそこって言ってた。なんだっけ、宮坂ジョッキー、なんちょ、忘れてしまった。園田3歳集まってないのか、これ。園田3歳集まってないのか、これ。まあ、3歳は、集まってないとかどういうことっていう。まあ、一番下のクラスね、下のクラス。血統。いや、血統、だから、言って、血統的背景はまずあるから。ただ、今回ちょっとね、どこを反省すべきかっていうのをちょっとみんなでね、ちょっと考えよう。マジで。ただただ弱い。現時点はね。現時点はそうだけど、ちょっと考えよう、みんなで。マジで。C10 から直せてねえわ、そんなもん。どこ、何クラスだよっていう。遅刻の謝罪ないから思った。ごめんね、ごめんねって、これ。ごめんねって言ってるよねって、これ。つまずくような球ね。何にもないところでとりあえずつまずきました、みたいな。てかね、滑った。滑ったってところを、言ってましたっていうね。そもそもマイナス10キロはどうしたの？それは、又先生が正直にミスったって言ってた。まあ、初めてだから、そこは、でも次はもう大丈夫です。任せてくださいって言ってたんで、そこは次に行きたいっていうね。お前も、ライズアップしてんの？お前、ディーン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 、テ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 ィーン
逆に常駐栄養どういうことだね。だからもう、なんで虫を入れたらなんか良くなるみたいな、おちょっとデスクトップってことでね。おばっか、本当に5、5反省会、これ、まさか、まさかのね、おう、10着ってことで、これ、おう、どうなってんだよって、マジで、これ、そうそうそう、何もありません、以上、あるから、マジで、おう、どんどん反省していこうっていう、そうそう、ミス、いや、ミスったっていう、うん、ちょっと、やっぱり最初だったんで、ミスりました、みたいな、おう、そこ素直でいいよね、やっぱり、そうそうそう、おう、なので、まあ、ほんとすいません、みたいな感じで、マイナス10キロ、そうそうそう、おう、前で決まる、
できるし、宮下は普通に乗ってる雑魚なんで、いや、だから、今回は滑ったんだよ、だから。第2コーナーあたりで滑ったんで、もうそれがちょっとそこからなんかね、最初は結構ね、なんでトライアビットもしっかりとこう引いたら、その反応してちゃんと抑えられるし、ね。でもそういうの、全然 OK だったんだよ、それ。おー、ちゃんと控えられたとね。そしたら、第2コーナーでね、ちゃんとそこまでやる気だったのに、ツッて滑って、そこからでもチーン、みたいな。おー、そこでこうガーって普通にちゃんと行って普通に追いやったのに、その第2コーナーでツッて滑ってチーン、みたいな。おう、やる気なくしちゃったみたいな。そうそうそう。おう、何か。感想を見て、それは頑張った、マジで。そうそうそう。おう、まさか予想、いや、じゃあ、まさかだ、まさか、まさかなんだよ、本当に。そうそう。おう、宮下騎手は午後の後、10連勝中の栄進を穴馬で撃破。マジで、すげえな、それ。そうそう。ジェヌインのハゲ。ただの悪口やめて、これ。ね、愛情は込めてっていう。そうそうそう。暇だから松野信じて検索したら、会社の話ばっか。それはやめてよね、みたいな。そうそうそう。おう、リスナーの予定通りだ。リスナーの予定通りの、だから、そうね。10着を予想して当たって嬉しいかみたいな、これ。おつるっと滑ってハゲだから。どういうことなんだ、なんかめっちゃこれ、なんか語呂良かった、これ。ね、めっちゃ語呂良かったっていう、そうそう。怪我しないでよかったじゃん、これ。だからもうそれはもうね、もうちょっとね、引退間近の馬に対して使う言葉ね、これ。おまずちょっとデビューしたばっかりだからみたいな、そうそう。滑ってんのお前のおでこと放送だけで、バカそう言ったらもう身元もねえだろっていう、これ。そうそう。体重減りすぎて肉食べさせた。ほんとやめて、マジで。草食だから、そうそう。追走出しがいっぱいいっぱいになったから。いや、だから、第2コーナーでやる気をなくしたの。第2コーナーでこう、そこまでよかったら、こう、チューって言ってこう、第2コーナーでこう、ツッツッツッチーンみたいな。おそこでやる気なくしちゃったみたいなね。そうそうそう。まさかの実力通りの、だまさかまさかだよ、これ。おまじなな。むつの、待つのだよ、これ。本名やめてねっていう。そうそう。みんな足止まってるっていう。いや、だから、足止まってるって、だからこれね、ま、ちゃんと見よう、マジで。おちゃんと V 見てね、ちゃんとそこ検証しようっていう、そうそうそう。とりあえず存在するバグ全部、まあ、とりあえず、ね、トライアビットに、シャドーロールに、チークピーシーズに、ブリンカーに、しかも目が重いわ、それ。重すぎるわって、それ。おそうそうそう、いうことで、まあ、まさかのね、このマイナス10キロスタートっていう、ところからだったんだけど、まあ、ここはちょっと、まあ、この影響もあってかなかったってあるけどね。調教師のミスとはいえ、この時期にのボバで410キロ台が基本って、ほんと、相当ひどいな。馬体が成長しないとか。まあ、馬体の成長はよくわかんないけど、まあ、やっぱ大きくならないとねっていう、そこはまあ正直あるっていう。そうそうそう。で、レース見ようか、レース。途中で、4子が伸びきってさらに後ろを蹴るような動きをしてましたね。マジで。ちょっとそこは、ちょっと見よう。ちゃんとどの辺かっていうのをちょっと具体的に教えてほしいっていう、その、引っかかるところはまた改善されてないし、毎回同じリプを見てるようで、草不可避だよって。ほんと、そこは、ちょっとでもね、でもね、スタート直後が良かったんじゃないかなみたいな、そうそう、バグの意味あったのか、これ。いやね、そこはなんかね、あったと言ってた調教師は。ただ、その滑った瞬間にやる気なくしてしまったっていう、そうそう、雨でもないのに滑るかは、いや、だから、ちょっと、やや重だったんだよ、今日は。おかしなところで、そうそうそう、ちょっと今、園田のババがちょっと変な感じになってるから、でも、一角でちゃんと折り合って、そうそうそう、な、君よく見てる、マジで。一角で折り合ったんだって、マジで。園田で4パチね、そう、4パチ、4パチ。だからそこは、ちょっと見ていこうぜ、マジで、V を。ちょっと V 見ようぜってことで、ライブ、園田。ちょっと見ようっていう、一か八か、千八買うって、千八ねえからだから、そのなんか、なんていうの？一般のそのやつで千八？なんよくわかんないけど、千八は、その下級レースじゃないんだよ。そうそうそう。どうやって見たらいいんだっけ、これ。アーカイブ払い、どうやって見たらいいんだっけ、これ、ちょっと。これ今日のやつで出ないんだっけ？日付、選択。もうこっからかよ、マジで。もう、なんとかなんねえのか？今左上に変なのがいるわけ。もうこれはね、ちょっと配信者のことでございますねっていうね。そうそうそう。なんかね、いい方法ないのかな、これ。ちょっと普通の公式か。ちょ、公式聞きますってことで、冷静続いく。へい、これなんかもうちょっとね、全画面で見たりとかしたいのに、このなんか飛び出しちゃうんだよね、これ。ビヨーンって。そうそうそう。C3 の最下級で17とかまず割り振られる。ほとんどないね。時々見るけどね。そうそう。バグがきっとバグ。バグってあに、スイートゥーワンゼロ、スイートゥーワンゼロ、バグってあに、みたいな。そうそうそう。右上の×を押せば、どういうことなんだ。なんですぐそうやってね、閉じようとするのみたいな、これ。ね、もうちょっと我慢してよね、みたいな。そうそうそう。ちょっと何度前に言って待きたて待かて待な。て。よし。まあ、今回ね、とりあえず距離の問題もちょっとね、鑑みまして、まあ、1230使ってみましたってことで、こんなもんでいいかな？
戦略さん使ってみたんで、まあ、とりあえずね、いろんなこと試してみようってことで、そうそうそう、そのね、チャレンジ精神はね、もっとね、みんなね、俺を褒めてほしいっていう、そうそうそう、ごめん、ミュートになったから、わけわからなかったから、お前も大したことない。どういうことやねん、これ。ミュートになったけど、わからなかった、お前も大したことない。そのね、文脈がよくわからないっていう、あそこで足なくす馬は競走馬じゃない、走る気なくしただろ、そうそう、だから、走る気なくしたところ、だからそのさっき言ってんだから、第2コーナーで、ツって言っちゃったんだ、これ。見て、これ12番だから、マジ折り合ってるから、いくよ、これ、ダイトン。正面スタンド前右手からの発送枠入り終わりました。枠入れられました？スはい、スタターート？しました。ほら、見てみ、これ。普通にこれ、スタートも良しだし、これ。普通にこれ、ね、ぐいぐい行ってますけど、これ。いやいや、普通、これ、ほら、10ほら、番ツッのと、こパーれ。ソナルほ宝ら、石がほら、方向控えにたなっでしてょ？しまいました。まあ、9折り番合った、ホこれ、やっトウッドた。テール、いいスタ折り合っートたでけしたが、ど、控えます。前に馬8がいたから、番ダタメイみムたいスな。と行きま行くしみた。たいな、これ。ことウッドテール、並んで12番のスマイルゴーゴー。一瞬だけ、一瞬だけ折り合った。でも、もうここまでもう来たらダメだったけど、これ。そうそうそう。もう笑い音いらないから、笑いはいらない、金をくれ、マジで。笑いはいらないから金をくれっていうね。そうそうそう。3番ジェンで、シこャこンがバーっ4ちゃったみ番たいな、手、こそれ。の外に並これよくん見でといって、て、7番ここ。ハンサムスター、5番手グツルンっていク、くか、ツンっそのて。外からツンっ11て。番ハイアベリティ、中段インコースあ、1どこ番だろイう。グこナれイかト、な？5番のミルキーブレツス、ンっていく並か、んこでれ。6ツンっ番て。ケントリシャールです。後方は2あ、馬こ身わからかんない。3ちょっ馬と映って身、ないけ4ど、こ番れ。コどンこだっトラけ？ッコ、どこ並だっんけ、でこ10れ。番のパース。どこだっけ？ツーって滑ったの。ちょっとわかんない。2角ぐらいって言ってたんだけど。そうそう、ハゲタップってなんだよ、これ。誰がハゲタップだよっていう。まあ、俺なんだけどね。そうそう。お前のチャレンジって100倍の馬に1万入れてるのも、100倍の馬に1万入れたって、お前来たらまあ100万だろっていう。めっちゃリターンあるだろっていう。直線200。それ、倍影だからっていう。これ、バカ野郎、マジで。どこ見てたんだよって、これ。もう一回見るぞ、からこのれ。発送、ちょっと枠バケツ入りが終めっわちゃりまししてる、た。これ。スタート。スタートしほまら。した。ここ。いいか、いやいや、ゴール盤まで。10番のパーソナル宝石がゴール盤まここでにのなって50しメーまいトル。ました。まあ、9番コトウッこれ、ドテール、これ、いいここまで、はい、ここまで。ここまでは折り合ってた、これ。バッチリでしょ、これ。そうそうそう。今やっとよって、何の話やねん、だから今って。ここまでだよ、だから、ここ。今って、調教師のミスや道中のつまずきとか含めても1230はまず向いてない。内訳で1004じゃないと買いようがないような。いや、だから、折り合えないと1004でももっとだ無理じゃんみたいな。まだ1230の方が割と良かったっていう、とか俺思ってるけどね。そうそう、20万は基本料だからオプション料金払わないと早くなる状況はない。だそこはなんかちょっとサプリとか、あんのかなみたいな。よくわかんないけど。そうそうそう。で、まあ、もちろんね、私先生も工夫してこれからやってくれると思うから、まだ、まあ、不慣れなところもあります。開業したてだし、馬をこれ見たばっかりだし、高校のね。ただ、ムービーは今までずっと見てきてるから、そこは全然ちょっと違うから、そうそう、スタミナもやる気も根性もネクストに引っかかってすぐ、賢者モードになる、たぶんチーンみたいなね、そうそうそう、まあ、本当賢者モード、マジで。なんどでこしでたが滑ったん控えだます。ろう、どこ8で滑っ番たんだのろう、テン教えてくナれ、インマズジがで。スッこと行きました。コトウッかかっちゃドったみテたいール、な。並んで12番のこスマだ、イルゴここのーゴー、スピード3あるんだ番よ、だジェンから、シこャンのがスピー4ド番は。手、その外にスパッ並んとでピーいっド認めてた7方がいい番みたいハンサな。ムスター、5番手グループ、こそのの外辺、からどこだろう、11番ハイアどこベでリ滑っティ、たんだ中ろう、こ段インれ。コース1番イグ何ナ秒イか教えト、て、何秒5か。番のミルキーブレス、何秒か並ん教えでて、6どうし番てケンくれ。トリシャールです。後方は2馬ここ身かかな？3馬身差2この番コント800ラッ年のタッ時と、ク、ど並んこでで滑った10かも番わかのる、こパーれ。ソナル宝石、後ろから今3とりあえ頭ず、目に押流し上げそうましか、た。一旦流そうか。最後方4番カあ、リこスこマね。モデルとなっています。向手応こう上え馬がゼ10ロみ番たいな、こ付近、れ。8番のテンナインズ竹村先手応頭、残えりがゼロみ600たいをな、これ。通過、リードは4分の3どう馬しよう身みぐたいらい。な、こ外から7番ハンサムスターが上がっていきました。れ。単独2番手、VV 抜そのかれ後てるろんだかけらど、はこれ、11番ハイアビリティ、12嘘番でしスょみマイたいルな、こ5れ。号がやや交代でしょうか。イン1230コースから変わって今度は3番ジェンシャンを仕上げていきます。10番の手応えパーなソしだっナル宝て。石もこのグループに宮取り下付く。ジョッキー4がコーナー来迎てんえていね。ます。逃げる8番テンナ向こうイン正ズ面で追っ手応ていなくしだ7ね。番ハンサムスター、その内側マからジで。3番ジェンシャン、さらにそのす後ぐろはかか3る馬んだ身かほらっど空て、きまして4その番手以下です。人。先頭は81回番耐えテれンるナんインかズ逃い。げ長いわ、高、リード3それ。馬長いわ、身絶から4対。馬身と広がりました。そ7んな番に離ハンサさムれスたんターだがなな。んとか2着をこらえました。3番ジェンシャン3番手、8番テンめっナイちゃン離ズされゴたリ、んだよね。逃げ切って完勝いでや、す。つま7ずい番たハつンまずいサたムとスか、ターが2滑っ着たっでて。3番のジェンそれシは言っャンてんがだもんだ。3着です。そうそうそう。800の手前。やっぱそう？なんかそうだよね。ジョッキーが、なんかちょっと腰が落としてたんだよ、ここで。そこのことかなみたいな。ここ？ここか。ほらほらほら。ほら、見えるこれ、みんな。立ってんじゃん、これ。ビューンって。ここかなと思って。もうちょ、この辺、30秒ぐらい。30秒ぐらいみんな見て。30秒ぐらい。32秒ぐらいか。32秒、ほら、立ってる、これ。これかなと思って、マジで。
お、人生詰まってた。それ俺じゃねえかよ。だから、ちょっと55じゃなくて、それ俺じゃねえかよっていう。うん、そうそう。松野の声が聞こえ、松の声が聞こえない。まあちょっとね、順々でちょっと回ってますっていう。そうそう。お前の今までの持ち物だから最も言わない、これは。今んとこね。うん、今んとこちょっとこれひどいなっていう。そうそう。勝ったお前も未勝利馬だろう。まあみんな未勝利馬だよ、これ。お、ほとんど。1勝してる馬はもしかしたらいるかもしれないけどね。そうそうそう。笠松800。笠松800はだから選べないんだって、笠松800と名古屋800は。お、あそこあれも抽選だから全部。そうそう。下り坂の手前で足が流れ、下り坂の手前？うん、どの辺だっけ？下り坂の手前って3コーナー超えたとこか。足が流れて、ちょっと見てみようか。こう行っなんか、て、インコースから変わって今度はここ3。止めようか。ここね。ここで足が流れてる。どういうこと？まあ、とりあえず上がってるよね、もうね。バッタバタみたいな、これ。まあ、それわかるもん。てか、まあ、ほとんどバッタバタみたいな、これね。いう感じあるんだけども、そうそうそう。一回立ったとしても、背負すぎ、希望はない。希望はあるから、マジで。今回は滑った。次回滑らなければ、これ絶対、まあ、あるから、マジで。正直もう分かり目。あるから、マジで。諦めた時点でゲーム終了だから、そうそう。限界じゃねえし。3歳だから。全然こっから、まだ全然やれるし、まあ、渡先生も慣れてくれれば、どうやってこれ、どういう状況を得たらいいかっていうのも、多分、分かってくれるから、そこは。そうそうそう。ということで、まあ、ちょっと残念、残念、残念症な感じなんだけど、まあ、こんな感じよ。まあ、滑らなかったら、普通に掲示板あったかなっていう感じあるんだけど、まあ、今回のところはこれぐらいにしといたらっていう、感じ？そうそうそう。渡先生は普通に電話くれた。すいません、みたいな。そうそうそう。今来たゴミカス、ずるずる、交代、限界、無駄がね、ブラバと聞いてっていうね、もうなんか言い過ぎだろ、みたいな。現時点でその通りだけどっていう、そうそう。一回最高からレースしてみろって、折り合い重視で無理やり抑え込んで覚えさせてくれ。いや、だから、ね、そこもあるけども、やっぱ基礎体力の部分もあるから、やっぱ前貸して、ちゃんとこれ、走り切るっていうところまずやってほしいな、みたいなね。そうそう。いい馬買ったのに、嫌味かよっていう、嫌味かよっていう、そうそうそう。いうところマジで。で、本日はね、なんと、こちら、ハイトーン、Google プラスに、これきついよ、相当きつい。Google プラスに、佐藤陽一さんからね、どなたかちょっと、わかりませんけども、佐藤陽一さんから、55の写真をね、上げていただきましたっていう、これ。ちょっとこれ現地、俺も全然行ってないから現地、これちょっとみんなともう振り返っていこうぜみたいな。相当うまいこの写真の撮り方。なんかこの背景のボケ具合とか、ピントがバシャーみたいな。俺絶対ピントね、合わせとこの木とかにね、こうやって合っちゃうから。全然このなんか馬がボケちゃうみたいな。そうそうそう。それができないから、後ろからやってみろって言ってんだ。このボケかすみたいな。だから体力つけるために、とりあえずね、レースでもとりあえず馬作りながらってないかな、みたいな。まあ、控えてもいいけども、現時点で控えようとすると、ジョッキーと喧嘩して、なんかもう体力使って終わりみたいな、感じになっちゃうかな、みたいな。そうそうそう。何かしら言い訳つけても結局弱いじゃん。じゃあそこは弱いって言ってるだって、現時点はね。現時点はね。そうそうそう。55の名前つけた人が出てこないのかわかるかって、ヘボすぎて恥ずかしいんだので、ね、恥ずかしいんだから、みたいな。ね、そうそうそう、根本的に足りないんだよね、このクラスで2桁集まる4歳 C3 でなんとかなる、まあ、だから、そこはもうちょっと見ていこうっていう、まだ現時点ではちょっと足らない部分がある、こいつはだからいろんな気象面とか体力面とか完成されてきたら、マジこのスピード切るから、ヘイローのクロス、ボールドローラーのクロス、このスピード決闘がマジ生きるから、そこまで待っといてみたいな、そうそう、400な、理想は450ぐらい。まあ、せめて440、ジャパンぐらいあってほしいな、みたいな。そうそうそう。女性の方が上手だ。女性はこれ、厩務員さんだろって、多分ね。私、厩舎の厩務員さんでしょうっていう。そうそうそう。こういう写真の場合、ピントを置いてるっていう。あ、そうなんだ。置きピンってやつかなんか聞いたことあるわ。そうそうそう。こんな感じ。まあ、やっぱ細いよね。細い。薄い。そして。この辺がやっぱちょっとね、体力のなさをね、象徴してるのかしらみたいな。そうそうそう。ジャパンよりもひどいんだな。現状ね。現状非常にジャパンよりひどいですっていう。ちょっと厳しいのかな、ここは。なんとかね、
してやりたいんだけどな。でも気象の部分がもうちょっと落ち着いてくれば、もうちょっとやれるかなっていう。喧嘩してもいいから無理やり抑え込まないとアホだから、同じことの繰り返しだと、うちは帰ったら後ろから。まあ、うちは帰ったらね。でもうちは帰ったら別に普通マイクだろうっていう。だもうちょっと、なんだろうな。要は、ジャパンを抑え込むようなもんかなと思って。いいところと思って活かしてやって、とりあえず前目で粘り込むレースができるようになったら、まあ、だからそこを前目で折り合えばいいよねっていう。5-5じゃなく、5-5ってなんだよ、5-5って。下がっとるかなみたいな、そうそう、無類のダバ。まあ確かにね、今んとこスマイル軍団で最弱を誇ってんだけど、もうちょっとこれどうしようかみたいな。でもかわいそうだからちゃんと見てあげないとみたいな。そうそう、大体3歳下級でこの完成度出来上がってもってレベル。いや、だから気象面がちゃんと整ってくれば、もうちょっとスピードとかの血統あるし、血統的背景はあるんだよ。だからそこをなんとか活かすようなレースができないかなみたいな。そうそう、ガリガリ芝向き。まあそこはあるよねみたいな。パワーねえよなみたいなね。そうそうそう。岡本コンドームように薄い馬体0.02ミリですかみたいなね。最近0.01ミリなんか並んでましたよね、店頭にみたいな。そうそうそう。なんて言うんだろう。まあ3歳だからねといえども、この補いきれない薄さを、なんか、どうしたもんかなみたいな、マジで。この馬、よく売ってくれましたよねみたいな、栄新さん、マジでみたいな。もうちょっとその買う人側のことも考えてくださいよみたいな、これ。そうそうそう。まあ、こんな感じ。薄いんだよね、これ、ほんとね。わかる。俺もさすがにここまで、まあ、いろいろ見てきたから、わかる。薄い、マジで。もうちょっと、まあでもね、この馬がもうその、もうその、出し切るまでは、もうちょっとあるかなみたいな。そうそう、なんで買ったの？まあ一応なんかいけるかなみたいな紹介だし、まあ厩舎を進めてくれるんで、いけるかなと思ったら全然いけなかったみたいな。マジで。提案、玉抜け。まあだから、幼さだから、希少なんじゃないか、そこじゃないかなみたいな。後ろから競馬する。後ろなぁ。まあだから後ろを抑え込んでも、そのなんか、とりあえずレースの中でもその調教代わりにこう馬を作っていくってことになりたいから、だからそれは前面、だから一回ね、それね、橋本厩舎の時も一回言ったんだけど、先生からあったんだけど、やっぱりちょっとやっぱ前面化してちゃんと、体力つけるようにしたいねっていう風になったんだ、結局。金の無駄引退、まあ引退な。まあでももうちょっと、もうちょっと見てあげないかっていう、これ、まだ3歳だしっていう。まあ新馬にはかけるよ、マジで。ただここももうちょっと、まあ、渡先生のね、手腕に期待っていう、そうそう、けなしたいわけじゃないけど、さすがにプラスティアンだな。まあ、そういう意味ではね、ジャパンもマイナスね、まあ、ムービーもドマイナス。まあ、そんな中でこいつがプラスになる、確かにないかもしれないけど、でもまあ、こいつなりに、その、やるところまでは全部できたね、みたいなところまでは行きたいな、みたいな。今回なんでやっちゃったの？ミスった。調教師さんがミスりましたって、先生が言ってたから、ミスったと思う。そうそう、人に騙されすぎだろって、もうな、それ返す言葉ないよ、マジで。どんだけ俺騙されんねん、みたいな。そうそう、馬見てから買いよ、クソハゲ、金持ちのドラッグやってよ。だからそこは、むしろ、もう、調教師先生がチェック済みって思うじゃん、そこは。で、その上で、まあ、血統見てください。じゃあ、血統見ましょうと。ね、ヘイローのクロス、ボードローラーのクロス、入ってるし、これじゃあ、ね、ダート向きのスピードも多分入ってるかもしれないと思って、じゃあ行きましょうって言ったら、まあ、こんなちっちゃい馬来たよ、みたいな。そうそうそう。エイシンにもからか、か、か、エイシンにもかもられてるハゲっていうのを、もっと、二度とエイシン応援してやるまいか、みたいなね。そうそう。こいつは足引っ張ってくんだろうな。だから、俺はそんな子でも、いつか勝てると思って、ずっとやっぱ持ちつけたいっていう。それはもう、ジャパンもそうだったし、なんとか頑張ってほしいなっていうね。そうそうそう。今回、楽天サラブレッドオークションに園田なら通用したのうまいって。まあ、そこはそこいっぱいいるよね。ただまあなんか、あんまり、なんかね、どうなんだろうっていう、システム含めてちょっとね、登録はしたけどね。登録はした。なんかマイネルでいい馬いたらちょっとまたブレスに続いてほしいなみたいな。登録はしましたっていう。そうそう。黒木についてマジでな。本当に。俺どんだけ騙されるんだろうみたいな。そうそう。こういう馬買わされて、総帥や平井さんとコネができたわけでもない。全くないね。会ったこともないし、君も話したこともないみたいな。そうそう。そのと、そのやれるところまでってのが、要分思考なんだよ。1000通りの馬券買って1回万馬券取ってプラスにはならないんだよって。確かにそうだけど、でもまあ、やっぱり馬がね、好きだっていうところもあるし、そこをもうちょっとこう、なんか見てやりたいなっていうところと、やっぱ渡先生のところに、やっぱちゃんと、
まあ、貸してもらって、私先生のこう気持ちちゃんと、もう限界ですって言われたら、もう出そうかなっていう、手当ていくらだったっけ、週4で走ったら、手当マイナス、手当は半分なんだよ。だから、まあ、中1で走らせるしかないっていう、引っかかっていっちゃうから、馬がそれでいいんだなと勘違いしてる、それを打破したければ、極端なレースで覚えさせるしかない、アホだからなって、まあ、確かにね、もう、やってみるか、じゃあ、これ。一発控えてみるかって、やってみるよ、これ、無理やり抑え込んで。黒木って言ったらって、俺が宮崎に住んでた時に、隣の家にいて、俺にひたすら、すいません、ちょっと病院行きたいんで金を貸してくださいって言って、その金でタバコや、なんかビールを買いまくってたおっさん。8万4千円取られた。まあ、これでコネができれば数百万も無駄にならないけどな。まあ、そういうことね。だから、何かプラスに、これを転換しなきゃいけないっていうところを考えて、俺は今後も生きていかなきゃいけないんだよ。だからこれも勉強代としてちゃんと学ばなきゃいけない。だから二度とそういう馬の買い方はしないっていう。調教師がちょっとこれ、特別回ってきたんですけどとか、そういうのに、ね、本当乗るか乗らないかっていうのはちゃんと考えた方がいいっていう。分かるだろっていう、馬券ケチる意味が分からない。金がないからだよ、それ。金がないからケチるじゃらざるを得ないだろうっていう。5号の弟っていうのは、兄貴がいる。弟もいるよ。だ割と兄弟は走ってんだよ、だからそこそこ。お前、この馬をジャパンみたいに我慢して持てる。だから、また我慢するよ、俺は。気性がちゃんと、育ってきて、なんとか、それで出し切ってよ。ジャパンみたいに力出し切って、それでもう全然勝てないっていうのがあれば、その時考えるよ、だから。むしろ抑え込むぐらいしかないなら手放した方がいいだろうっていう、どっちやねんみたいな、これ、どっちやねんみたいな。まあ、スピードあるから、そのスピード生かして前面つけてね、折り合いたいっていうのは俺はあるけどね。黒木のコネを使おうって、どんなコネやねんだから、もう、俺の金を返したコネの前にっていう、そこまで口割ってないし、抑えなくてもいいだろ、こんなもんだよ。はあ、君たちね、意見がバラバラすぎるわ、みたいな、これ。どっちやねんみたいな。2、3戦やってみよう。まくっていけるようなスピードはある。あるんだよね。あるんで、不良ババになったらこいつ急に走り出すっていうね、よくわからない特性。うちのババはみんなそうなんだけど、でも、一回ね、ぼっくり出遅れさせたら、なんかね、むしろその方がうまくいくかもって、ムービーの時一回それあったから、松の隣に住めば8万くれるんですね。やるか、そんなもん。もう二度とやらんわ、みたいな。人間不信になりますよね、みたいなね。まあ、こんな感じよね。これ、まあ、だるま乗ってますね、みたいな。で、これなんか、腹帯バンド。まあ、こんな感じでパドック回ってるんだけど、薄いんよな、これ。薄い。マジで。そこはちょっともう悲しくて悲しくてみたいな。花ずこるみたいな馬見つけられれば良いですけどね。まあそういう感じね。まあ俺のチャンスってそれぐらいしかないから。だからもう本当に安い馬でむっちゃ走るみたいな、そういうのをもう見つけるしかないっていう。後ろから行くのはあくまでレースを覚えさせるため、それができれば先行もうまくいく三段だよっていう。なるほどね。いや、理屈はわかるよ、理屈は。ただなんか、やっぱこうジャパンタイプというか逃げ馬タイプに見えるから、そのやっぱりいいところを生かしてやりたいっていうのが、やっぱそこどっかでね、あるから、折り合うんだったらちょっと前目とかどうかなみたいな。だから今回は、ちょっと滑ったから、ツルンって。だそこをもう一回ちょっとちゃんと完走して、全体を。その上でダメだったら、なんかこういろいろ考えていきたいなっていう。スピードってダート馬の適性じゃねえ。じゃあだからスピードはスピードで必要だろみたいな。スピードなかったらもうどうにもならんわっていう。その最低限の部分での、まあスピードの血統背景はあるから、あとはもうそのやっぱ持ちこたえるパワー、欲しいよねみたいな。なんか走っとんだね。どうお疲れみたいなね。GW。どうしたみたいな。GW みたいな。意見を勝手に統合すると、基本芝馬ダバー、園田じゃ無理、金食い虫、なんか絶望的な意見しかございませんが、みたいな、これ。ゴールデンウィーク、現地配信は、現地配信はないけど、実家で配信やってようかなって。現地行く金がないから、まあ普通に家で、まあ馬券儲けて、その金でお母さんになんか焼肉でも食わしてやろうかな、みたいな。そういう、親孝行をちょっとしてみたいなと思ってますっていう。抑えつけて、抑えたら包まれてなおさら立つんだろうな。なんかね、そんな、わかんないんだよ、だから。どんなのかわかんないから、まずはそのね、まあ、実際乗って宮下ジョッキーとか、調教師の先生に、まずはその指示をちょっと委ねて、どうしたらいいかっていうのはそこで決めていきたいなと思う。でもまあ意見として確かに、抑えてみようという意見は一回あったんだよ。ただ、やっぱちょっと体力がないから、そこら辺ちょっと馬作るためにも一回にバーッと逃げるところは逃げさせたいみたいな。そのだって他にダートよりタイムかかるんだよ。スピードタイプ買うとか、ほやんっていう。だから、スピードないと、もうまずダメでしょっていう。その上でパワーみたいなね。
逆か。パワーがあった上で、たまあ、スピードなんだけど、でもスピードなかったらやっぱ勝負なんないみたいな。焼肉が背びに。どういうことみたいな。どういうことみたいな。そうそうそう。今来た他はともかく、やはりスピードだけは通用して。そう、そう、君はよくわかってる。スピードはだからあるんだよ。あとはそのスピードがちゃんと最後まで持つような、まあ、その育成、体力作るっていう、そのところをちゃんとやっていく。あわよくばのこれ、がっつり休まして、なんかね、もうプロテインガンガンに入れさせて、で、それでも体作り込むみたいな、そういうのもちょっとか考えなきゃいけないみたいな。おちょっと次回心、美人も取ったん早い。いや、だから今は違うけどね。今は違うけど、ゴールデンウィークはそうしようかなみたいな。そうそう。信子からまた引っ張るけど、まあ、だからそれは中、馬券が外れて、もうちょっと午後も走らなかったら、もうお母さんちょっとお金貸してっていうふうになるかもね。っていうね、そうそう、名古屋競馬ぐらいならいけるけど、オフない。あ、名古屋競馬だったら俺も行けるよ。もう、ただまあ、それでも往復2000円ぐらいかかるから、ちょっと考えちゃうね、みたいな。そうそう、実家に行っていい？実家はあかんだろ、実家は。実家はなんかもう超狭いし、お母さんがちょっと、誰この子みたいな、なっちゃうから、ちょっと気まずいから、みたいな。そうそう、焼肉って桜木の BBQ です。違いますね。はい。別に今、BBQ 開催しません。一言も言ってませんけどね、っていう。そうそう、クロームで見れなくなったみたいな。今いや、いいできて。あ、そうなんだ。いや、クロームでも見れると思うけどね。俺、普通に多分見れると思うけど、わかんない。ちょっと、パケット代がちょっと消費してしまうんで、みたいな。そうそうそう。お前は JRA の夢を見すぎて、スピードバカを自然と選んで、確かにね、決闘本はとりあえずその JRA 基本に書いてあるから、まあ、そうなのかもしれないけど、まあ、松田五歩っていうところから入ったのは失敗だった。ていうかね、馬選びの時点で失敗だから、ここはまでは勉強。今年は違うから、マジで。今年見といて。だから今までの間違いは確かに認める。その入り含めてね。だからそこは認める。ただもう今年を見た上でその辺ちょっと多い、ジェニーマジ勉強前、マジ学習能力あんのかっていうのは言ってほしいみたいな。そうそう、2000円あげるから名古屋でやろうか。マジで？ちょっと恵んでもらえるんですよ。2000円。交通費出しますみたいな。そうそう。42.195キロ走るマラソン選手に100メートルだけ並走して速く走るかっていうレベルっていうね。もうなんか、ちょっと、あまりにも比喩がちょっと極端すぎてちょっとわかりませんが、まあ、これは、だから、もうちょっとね、だから、まだ出し切ってないんだよ、力を。持ってる力を。だからもうちょっと、待ってくれまいかみたいな。このアングル好きなの、これね。このなんか、バチューあって、そこをちょっと下に我が馬が通ってますみたいな。我が愛馬通ってますみたいな。そうそうそう。青っぽい大工の CM から私が帰ってきた。お帰りってことでね、お帰りっていう。そうそう。販路を入れて、ん？鍛えるってできないもんですかね。販路はね、西脇にあるんだけど、なぜかね、もうその竹馬よくわかんないけど、内周に作っちゃったんだよ。外周じゃなくて。だから、なんか300メートルぐらい登ったらすぐ降りなきゃいけないみたいな。止めなきゃいけないみたいな。そういうよくわからない販路だから使えないって。そうそうそう。クロームで見たらお使いのデバイスは再生できませんって来たもんだ。あ、そうなんだ。まずね、発給なんとはね、メモリが足らんのだろうっていう。そうそう。8月28日みたいなレース覚えさせていくしかないと。8月28日？なんだっけ、8月28日って。ちょっと、なんだっけ？ちょっと見てみようか。スマイル55、8月28日。これか。あ、まあ、不良馬場でね。あ、確かに確かに、これ後ろから言ってたわ。こういう感じかな。ちょっと、マジでちょっとお願いしてみようか。マジでそこちょっとお願いしてみようか。まあ、でもこれ不良馬場っていう補正も入ってるからね、なんとも言えないけど、ちょっとまあ、綿先生も聞いてみよう。ちょっと抑えてみたらどうですかねっていう。そうそうそう。クロームで今見てるけど、今なんか見えない。まあ、メモリ使うからね。そうそう。でも走る気があるのは救いようがあると思う。ないと聞く。そうそう。だから、全く走る気のない、まあ、なんちゃらブレスみたいな感じになっちゃうと、もうなんか完全終わったなっていうふうになるから、馬主としても、はい、ありがとうございましたってなる。そこはね、結構きっぽりもう、結構ドライだから、そこは。こいつはまだまだなんとかなるよ。気持ちの部分含めてね。まあ、この中だってさ、410、401キロの馬もいれば、ね、これ400キロの馬もいる。で、412、まあ、408。だ全然まだまだやれるよ、ここは。まあまあ、もう大きくなると思うしね。だその兄弟も、割と3歳になってから走り出してるから。だからそこは、まあもうちょっとね、体をこう膨らますことにね、いろんな時間を使えればいいんだけど、まあ正直育成もまともに入れてないし、だそこは、それの反省を全て生かして、今年、育成もバッチリ入れて、馬選びもしっかりやって、望んでるから、そこはちょっと任してくれよっていう、そうそうそう。言うほどゴッホとか新種馬にかける方法は、ハゲカスゴミ、一周株大損、破産野郎の一発逆転したら悪くないと思うけど、どっちに出るかも別だけどって、もう途中のなんかもう少しね、俺に対する冠をちょっとどけてもらえないかなみたいなね、そうそうそう。あ、いいだと思うので、クロームで見てます。まあ、クロームの方がいいと思うけど、俺もクロームこれ。そうそうそう。まあ、新種馬はね、かけたい。でもね、もうちょっとやっぱり、
なんだろう、馬の、その馬体を踏まえた上でっていうのはやりたかったよねっていう、それダート向きかどうかぐらいわかるからね。そうそう、スピード活かせる不良馬場って補選もあるから、そのレースはなんかまくれる気配はあったような、今よりマシになるんじゃないかと思っていたんだけど、まあ、あれちょっと振り返ってみようか、じゃあ。そうそう、そこであれば、ちょっと振り返り含めて、ちょっとパケット代使うけど、ね、我慢してちょっとやりますってことで、2014年の8月、28と。確かにね、なんだろうな、この不良馬場の補正というか、これか、28、よし。これの、2歳、2歳どれだろう。ちょっと見てみようか、2歳。ちょっとピュッピュ。2歳は、どれだろうな、4レースぐらいだっけ。これか、あ、ちょうどあったわ。収まりました。これね、スタートしました。第4競争2歳馬の一戦でこれす。これこれこれ、横に広がっていますが、4番チャンドニがわずかに抜けていくのか、外からどれだっ10番け？ホワイトメロンが並んでいきます。これが花に立ちました。誰が乗ってたんだっ3け？番手以降横に広がって、12番ジェントルダンディ、11番トモお？ノサーブル、さらにあ、は9これ番かリオな？ベスト、ここちれ。らが2番手グループに押し寄せていきます。ちょっと待ってそのよ。後ろに1番リョーマオブロー、並んで3番スマイル55、あ、スマイル5、6そう番そうレそインう、コーフェザーと、これ横か、スこれ9番か、ジェンシャン、外これ面か、8番ドットスマイルこれでかす。な？後方には7番ディアナクリーク、これ1これ頭これこかられて2番ロマンスキッドという体勢です。これ2ね。コーナーをこれから迎えます。結局10番ホワイトメロン先頭です。川原騎手2番手、1馬置い身差9番て、レオベスト、7枠2頭人気の2頭が先頭2番手、3馬身差でどうだっ4番チけ？ャンドニが3番手、ムチが盛んに入ります。12どこ番だ？ジェントルダンディ4番手で、内側から並んでいったのが1番リョーマオブロー、3番手3頭、さらに4馬身ほど差ができて、5多分番中田のくんだ、ジこェンれ。シャンがインコースから、外からは3番スマイほルらほら、55シューっがて言ってる、上がっシューってていき言ってまる。す。3コーナーのカーブを迎えています。依然7枠2頭、これね。ここでぴったり馬体が合いました。10番ホワイまあ、トメロ言うン、そほのどって外感にじある9け番レど、オベスト、この2頭が3番手以下にもう7馬身ぐらいの差、そのこれ3な？番手4番チャンドに並んこれでこ1れこ番れ、リョーマオブローです。その後もうろに言う3ほ番どっスていうマイ感じルもあるけど55、ね、こ5れ。番手、直線に向いて依然7枠2頭。こんな感じなんだけど、これ。そうそうそう。すがるそうで柔らかそうで筋肉ないダート馬の真逆。だからそこは分かってるけど、これ。だからなんか、もうちょっとね、いける。なんかもうちょっと気性が整ったらみたいな。でも新種牡馬の傾向が出たところは高くなるわけだからさ。まあさ、そう、だ、傾向が出ちゃえばね、高くなるんだけども、まあ、安物買いにならないようなレベルではいきたいなっていう。そうそう。中田くん、そう、中田くんの時ね。そうそう。このレースも実は引っかかってるが、それもうまく折り合えば、もっとまくれる感じになってくるんじゃないかと、ちょっと。なるほどね。なるほどね。だから、そこは分かった。目指していこう。ただね、もう一回ちょっと逃げさせてくれ、やっぱり。そのトライアビットのやっぱり成果を試してみたいから、そう、前目で折り合った方がやっぱそれは強いから強いから、もう一回そのなんか、折り合いをさせてくれないかなって。全然その、調教師の先生も、渡先生もね、悲観的ではなかったから、まあ、確かにミスりましたと。ただ、全然この体重も戻せるし、なんだろう、トライアビットも効果はありましたって言ってたからね。そうそうそう、3着狙い。まあ3着狙いというか、別にそこは勝ち狙ってるけど、まあ、今回ちょっとその時は相手が強かったみたいな、そうそう、まあ、こんな感じで、これか。このが、ピャーっといって、ピャーっといって、これ。で、もう止まんないみたいな、これ。これね、まあ、口割ってんだけど、これね。トライアビット効果どちらへみたいな。でもこの辺でちゃんと、これちゃんとね、ピュって閉じて、やってるから、そこまでじゃないと思うんだけどね、これ。ちゃんと。まあ、やっぱでも若干なっていう。ハミの角あたりは結構ね、いい感じなのかなと思うんだけどね。そうそうそう。今回折り合えなかった分であれだけ下がったってことでいいの。いや、今回はまあ、調整ミス？の部分もあるし、まあ、あとなんだろうな。まあ、滑った。滑ったところがありまして、まあ、それがちょっとやっぱロスにつながったかなっていう、そこからやり直しちゃったんだって。そうそうそう。着順よりもまずはレースを覚えさせることが一番、松野的にはきついかもしれない。まあ、それもあるから、とりあえずまあ、一旦、もう一回ちょっと苦手、トライアビットで前目で折り合うっていうところをまずやらせてほしいなっていう。でもそれでもダメだったら、ちょっと中断でじゃあ折り合うことを、一回ちょっと試してみませんかっていうのは全然進言できるから、そうそう、乗り方すごいな、これ。宮下騎手のこれ。よくこんなつま先下げて。
ねえ、バランス取れるねみたいな、そうそうそう、無理やり抑えてみれば、だからそれは、無理やりというか、別に折り合いを中心に乗ってみるっていうのは、次のレースぐらいからやってみてもいいよねみたいなね、そうそうそう、こんな折り合ってない、言い出したらキリがない、他の馬もそれならもっとやれ、だから、今回だ、そこでこう見てみろ、これ、まあ、ビャーってこれ、おお、もうどんどん参っちゃうから、これ、あ、どんどん参っちゃうみたいな、これ、おお、で、ここで滑ったんだって、ピュって、うん、ここまでだから良かったんだよ、おお、この辺までは。と、この辺で、なんか、ずるんって滑っちゃって、で、そこでもうなんか全く手応えがなくなったって。うん。もうなんか嫌みたいな。そうそうそう。だから、まあまあ前半の部分もあるけども、その後半のこの滑った部分が、まあ一番やっぱりちょっと痛かったよねみたいな。そうそうそう。ハゲノさんはいつも滑ってるから馬券話してね。そうそうそう。俺いつも滑って、ほら、俺の馬券とかそのなんか滑る話関係ないよねみたいな、これ。おお。だから、この滑りがなければ、いけてたかもしんない、これ。うん。生きてたかもしんないから。だから、まあ、もうちょっとこれちょっと、まあ、チャンスもう一回ちょっとくれませんかみたいな、マジで。だから俺は全然悲観してないよっていう。そうそうそう。キザクラカッパ。ね、まあ、カッパ賞なんかあるんですかみたいな。そうそうそう。まあ、こんな感じ。まあ、この辺もちょっとね、レース諦めてるから、まあ、普通に、まあ、追うな、お、まあ、追ってるのか追ってないのかみたいな。まあ、田中学ジョッキーと、まあ、並走みたいな。そうそうそう。気分、まあ、気分屋だね。ほんと気分屋。うん。だから最初の820も、なんかもう嫌になって投げ出しちゃったんだよ、多分。だからそこはやっぱり気性の幼さっていう部分がやっぱ一番大きいかなっていう、そうそう、ペースは普通だし、前であっててよ、今、この時点ではね、うん、ただ競馬を覚えさせるために控えてる競馬もやった方がいいんじゃないっていう、そうそう、あとは体重の増加だな、ミスりまくったで済まされません、まあ環境の変化で減ってると思ってた、まあ、環境の変化とかずっと、あれ、西脇ではなかったっけ、あれ、そうだっけ。うん、ずっと西脇だったから、それは合ってんだけど、多分調教師の先生がまだ西脇に慣れてないところもあると思う。全然同じ調教を入れても、なんだろう、西脇でやると、もう2桁マイナスになるんだって、馬体重。それぐらいやっぱりちょっと全然消耗が違うって。うん、そうそうそう。折り合い専念で、今までダメだから直線まで抑えてみればいい。そうそうそう。だからそこは何回かやってみて、ちょっと前めでちょっと結果が出なければ、ちょっと後ろで行ってみましょうかっていう、まあ、順番かなっていうね。そうそうそう。ただ弱いな。現時点ではね。だからそこ気性ちゃんと強くなってくれば、能力生きるからっていう。そうそう。走る条件がタイトなまだその前、そのうち大穴出すだと、走る条件がタイトな、走る条件を、ちょっとどういうことかわからんけど、まあとりあえず、やれることはまだ全然あると思うっていう。そうそうそう。ごめん、クロームで見えるようになったら、よかったねっていうね。そうそうそう。勝ち得ないってね。だってここ全然あるよ、マジで。うん。だからこの気象の成長を待とうぜ、みたいな、ところ、マジで。うん。まあ、今回はしゃあないわ、それ。滑ったんだから。滑らなかったら絶対いけるから、もう次とか多分期待かな、みたいなね、これ。そうそう。地方、早、使い、3歳、4月で幼い言い訳、もっとどうにかなったと思うけどね。どういう意味みたいな、ちょっとよくわかんないけど。もうちょっと体をね、こう、膨らませるような方法はないかなっていうのは正直あるけど、もう競馬使い始めちゃってるから、まあなんとかなんとかこう、騙しじゃないけども、もうそうせざるを得ないっていうところはあるかなみたいな。400ね。贅沢言えば400、やっぱ4、50ぐらいまで行ってくれれば、全然やれると思うけどな、マジで。おー、そうそうそう。なんでちょっとね、まあ、ちょっと戻るけど、なんとはならんかなっていう。そうそうそう、ね。ジャパンと同じ匂いしかない。ジャパン以下だね、今はね。ジャパン以下みたいな。そうそう。女性の厩務員なのかな。気性が多少柔らぐといいな。女の方が当たりが柔らかいって。あ、そうなんだ。うん。まあ、多分この人乗らないと思うけどね、多分。乗るのは宮下ジョッキー。うん。がよく調教つけてくれてるみたいだけど。まあ、むしろ俺が乗ってやろうかな、みたいなね、これ。本当に。俺が調教つけてやろうか、みたいな、マジで。そうそう。とりあえず今は雨、雨、そう。もうとりあえず今は雨頼みってところがある。うん。このメンバーで雨降ってたら、多分ね、やれるんだよ、マジで。先週出たかったねっていうのは確かにあるけど、そうそう。一歩で5000万ぐらいで買った馬に試しにスマイルムービーって名付けてみたね。これ、走るかもね、みたいな。もしくは全然走らないアホ馬かもね、みたいなね。そうそうそう。滑ったと自分に言い聞かせて、滑ったっていうのは調教師の先生が言ってたんだよ、これ。だからそこは、もちろんね、宮下ジョッキーが調教師に報告して、それを基づいてみたいな、もちろんだと思うけど、全然滑ってるから、マジで。うん。だそこ仕方ないみたいな。そうそう。励ますカスうんこの応援はしないでもいいけど、このままはちょっと無理かも。だから、そこは応援してやってくれよ、マジでこいつだって。だもうちょっとなんだって、まあ、細いな、しかしこれ。薄っていう、これ。
おー、マジで。もうちょっとなんとかね、なりませんかっていうのは正直あるけどね。そうそう。警察は来ないよ。だから、別に、ね、別に、お、馬券を買ってる時ほどは男でね、出てないよね、みたいな。そうそう。いや、諦めませんよ。うん。全然諦めないけど、もうちょっと時間がかかるなと思ってる。うん、そうそうそう。松のマーベラスも滑ってね、もう大滑りだ、ほんと。150万滑り。おー、どうすんねん、みたいな。そうそう。ジャパンも急に変わって、時期あったような、椎茸の。まあ、いや、そうそうそう。だから、もうちょっとね、いや、ジャパンもまあ、そこはちょっと天球の部分もあったから、まあ、なんとも言えないけど、まあ、そういう意味では、これ、午後も天球してるから、おきっかけなんで、きっかけ。最初はこんなもん、こっからちゃんと調教師もこの馬に慣れて、変わってくんだから、馬は。おジャパンの基調なら、素質が平凡でも、園田ではそこそこの馬だけどな。そういうこと、そういうこと。うん。だから、こいつも、ちゃんと気性が整ってくれば、いけると。お安明頼みんだけど、毎回そうはならないし、それでいいのか、根本的なところを直さないといいんじゃないですか。安明馬場で臨むなら、高知でも転記させた方がいいわっていうね。まあ、そうなんだけど、そうなんだけど、でも、なんとこの気性が治ってくれば、絶対これね、能力発揮するとこあるから。だからもう何回かやって、ダメだったら控える競馬もやってみるし、まずはトライアビットで前でね、全力出し切るっていうところを見てからでも遅くないかなっていう。うん。そうそう。野生遺伝子なんだろう。なんだろうね。とりあえずなんか、太らない遺伝子というか、大きくならない遺伝子みたいな、ところはありますっていう。そうそう。C が似合うわ。酒がうまい。どういうことやねん。だから、まあまあ、なかなか上のクラスは難しいかもしれないけど、まずは、ちょっとね、こいつとしてのちゃんと能力出し切るところのレースまでは、まあ見てやりたいな、みたいな。そうそう。そう、ケツ薄いんだな、これ、友が。友がペラッペラッっていう、これ。友あるのかしら、みたいな。マジで。いいか。これちょっと覚えといて、これ。この友ね。まあちょっと俺、ちゃんと写真うまく撮れてないけど、こんなには。この友見て、はい、これ。これまだね、ちなみにデビュー前に2歳です。これはね、これは少々、これ残酷すぎやしませんか、みたいな。マジかよ、みたいな。ところはあるよね、これ。そうそうそう。ただまあこれが現実ですよねみたいな。おマジで。おジャパンってそこそこにってマイナスなのに、もうジャパンはよくね、頑張った。うん。マイナスだけどね。おただそう、今それ以下みたいなね。そうそう。応援したいけど最下級プラス会話なんて。まあ、だから、ちょっと待ってよっていう、そこ。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんだよ、そこ。もうちょっと待ったらデビューもしてくるし、こいつも変わってくるからだから、舌が出てないや。いいトライアビットに変えたのに舌が出ちゃってね、もうペローンみたいな、これ。全然生きてませんが、みたいな、これ。どういうことみたいな、これね。これ舌なのかな、これ。わかんないけどね。そうそうそう。とりあえず中腰になろう。どういうことみたいな、それ。何の意味があるのみたいな。モデルになればいいや。それね、ジャパンでも言われた。ジャパンでも言われたら、モデルになってもね、これ1円も入らないんだよ、これね、馬主に。そうそう。バグといえば、ドゥラメンテがつけて、鼻のちょっと上に白いバグが気になってます。なんだろうね。シャドーローじゃなくて、鼻のちょっと上っていう。なんだろう、ドゥラメンテ。あ、ドゥラメンテね、俺本命にしたけどね、そして馬券を外すみたいな。対抗、なんだっけ、対抗も2着みたいな。そしてなんか紐抜けみたいな。そうそうそう。松の馬を応援したけど、弱すぎて臭い。だから仕方ないよね、今のって。これ勉強の期間だから。どんな馬を買っちゃダメかっていうのはもう大体分かった。マジで。だからこっから買う馬はもう無双入るから、マジで。そこをちょっとほんとマジ期待してっていう。そうそう。この馬、ミンと決めた。ミンと決めた。調教師が体を見てくれてるかなと思ったら全然見てなかったみたいな。結果な、結果。ただまあ、その、血統は俺見た。マジいいなと。これでちょっとバーのダートの体あったらいいね。ただダートの体はなかったっていうね。そうそうそう。420キロぐらい欲しいな。まあ、最低ね。最低そこは欲しいよねっていう。とりあえず YouTube の最近の放送のやつを iPhone でも見れるようにして。見れないの？見れると思うけど。見れないのかな？だって YouTube だからね、普通に見れるはずなんだけどっていう。そうそう。ちょっと待て、ちょっと待て、マゲータさんってなんだこれ。マゲータさんってどういうことなの？ダーバー一発なんですのみたいな。ちょっとわからんみたいな。オリジナルがわからんみたいな。そうそう。たまにガサゴソうるさくなる。だからこの、何この、なんだ、ヘッドセットが、安いからこれ。ガサガサなっちゃうみたいなね。そうそうそう。ゴッホはこんな馬じゃないんだし、これは肌馬との相性がよほど悪かったんじゃない？いや、ゴッホは、だってミスプロとの相性抜群だし、まあヘイローのクロスもね、多分スピードで生きてくると思うし、濃いめに。
全然そこ悪くないんだよね、決闘背景は。うん。ただ馬体の部分見てたら、多分これ買っちゃいけないんだろうなっていうのは分かったから、やっぱそこはちゃんと先生に見てもらうべきだったみたいなね。おお、そうそうそう。見ないで買った松の、まあ、購入あるある。まあ確かにね。おお、それはある。だってそこはもう、だって基本的に俺がだって見ても分かんないんだもん。だって馬見ても。おお、へえ、みたいな。おお、なんかちっちゃくないですかみたいな。おお、だそこ、だからもうそこはもう任せるしかないっていう。任せるとか任せるっていう。まあそれ俺の方針みたいなね。そうそうそう。チンポを出すな、松の伊佐先生。出してないから、これ。なんでも、いつ出したいのやってこれ、そうそうそう、ハゲてるんだから、なんで突然やねんみたいな、なんで突然その話が出てくるっていう、そうそうそう、なんで、もうちょっとね、成長してほしいなっていうんで、もそこはちょっと難しいから、じゃあ、せめて体成長しなくても、気性がね、うん、大人になってこれないかなと思うんだよな、これ、うん、こんな感じでね、ピャーっていってしまうと、みたいな、このパッカーンみたいな、これ。口割れてまんがな、みたいな。ただ、思ったほど、そんなにこれね、ほら、ちょっとこれね、外に出そうとして、左これ引っ張ってるけど、そんなになんか、むちゃくちゃな感じではない気がする。折り合いに関して。だから、ここは良かったんだよ、本当に。うん。ただ、第2、2角で滑ったっていう。うん、マジで。正直、ここはいくら稼いでくれと思ってる。いや、まあ、ジャパンぐらい。生涯でジャパンぐらい稼いでくれたらもういいよ、それで。もうそれ以上は求めないけども、俺もやるとこまでやりたいから、渡先生も頑張ってくれてるし、そこは、まあ、ちゃんと委ねたいと思うっていう、そうそう、松チンは鼻の穴にはどういうことやねんだから、ま、俺のなんで鼻の穴の中になんかチンコ入っとんねんみたいな、もう完全にそのもう病気だろうっていう、何から行けばいいねんっていう、それ、そうそうそう。なんで、ここまでは全然良かったこれ。前回と全然違う。いいか、ちょっと見ようか、じゃあこれ、前回。これ、俺が撮った写真だからちょっといまいちかもしんないけど、前回見ようか、これ。どれだっけ？あれ、どれだっけ？これか。前回がいかにひどいか。あれ？真っ暗なんだけど、これ。あ、出た。ちょっと待ってよ。これ。いいか、田中学ジョッキー。もう、園田一、もう折り合いがうまいというジョッキーで、これ。この角度。これは絶対あかんやろっていう状態、これね。まあ、角度もあるかもしんないけど、これ。これに比べたらよ、これ。こんだけがっつり引いて首こっち向いてるみたいな。これに比べたら全然良くなってないみたいな、これ。そうそうそう。ん？海馬の空とかそういうこと聞いたこと、海馬までは聞いたことない。うん。そこまであんのかなみたいな。聞いてみようか、今度。そうそう。こいつは待つのが予告もなしに買った馬だから、ジャパンみたいに感情移入できない。いや、そこは、だから、まあちょっといろいろね、流れってもあるから、そこはちょっと、まあそこ含めて反省はしてるけど、そうそう。そうだね、ミスプロってのが違う勉強。ミスプロでいいじゃん、全然。何が悪いみたいな、ミスプロ。普通にダートでしょ、みたいな。そうそう。いいな、セダンね、タバを買って。できた人、薄いとも、たまになります。目ってなんだよ、目って。最後の。もう目は関係ないだろ、みたいな。そうそうそう。耳鼻咽喉科って、咽喉の字が違う、咽喉科っていう。そうそうそう。今日もね、遅刻してしまいましたってことで、いや、別に狙ってるわけじゃないけど、もうなんか、帰ろうか、お疲れ様でした、言ったら、ちょっと待て、お兄さん、みたいな。そんな感じになっちゃったみたいな。そうそうそう。雨が降るかで期待とかがまるで違うんで、財政面考えると、せめて月にそうなんかとかしないでほしいねっていう。まあそこは、今後は月にでいくと思うよ。だからうまくね、渡先生に調整してもらって、また次、できればね、1230とか、そっちの方で出してもらって、うまく、まあちょっと前目で折り合って、最後抜け出すみたいな、俺変わると思うんだけどな、馬さえ折り合えば。今回は本当に、この状態からは相当やっぱり変わったから、これはトライアビットの成果でしょうっていう、思うよね、普通にこれ。ほら、これちゃうわ。これ終わってるです。ちょっと待ってよ。こうか。ほら、普通だもんだって、これ。ほら、普通。な？普通やろ、普通。これ外に引いてるから、こっちの腕見て、これ普通だから、これ。工夫もっと食わせろ餌を基本的に食は細い。だから、そこは全然ね、普通に別に制限してないから。そうそう。ごめん、正直。引き体の問題はあっても、こういう、ダバがいるから、その他の馬が浮くわけでさ、その養分なのはこいつなんだろうって。どういうことみたいな、これ。額がどうしたみたいな、これ。そうそう。いい草を食わせることをしないの。いや、いい草ってあんの？それ。いや、多分それは一般の草しか食わしてない。それすまんみたいな。普通の草です。はい。あとなんかもう、プロテインとか、
ね、とりあえず育成上の馬にはプロテインがどんどん入ったから、ちょっとやっぱ違うんだなって思ったけどね。うん、そうそう。サラブレッドオークションに2歳馬が出てたんですが、マンカフェ3区で160万って。マンカフェ3区、あ、もう終わったんだっけ？まだだよね、でも。あれ、もう終わったんだっけ？トレーニングセルって。おー。あ、サラブレッドオークションか。あ、サラブレッドオークションか。おー、そうそうそう。なんか、新馬でね、でもちっちゃいらしいわ、あれも。うん、だからちっちゃい馬だと、ちょっとどうにも。だって買う人ってほとんど地方の人でしょ？うん、地方の馬主だから。まあ、マンカフェはいいんだけど、160万でちっちゃい馬だと、ちょっとね、正直、おー、買わないよね、みたいな。そうそうそう。マツオにて、痩せ型高校って、別に、まあ、俺はね、別に痩せたくて痩せてるわけじゃないけども、おー、まあ、なんとか、うん。もうちょっと、おう、もうちょっとなんか、おう、時間をかけたいなとは思ってんだけどね。そうそうそう。ミスプロタイムが早いダートがいいのよ。そんなん向いてない。まあ、軽めのダートかもしんないけど、じゃあ何よみたいな。おう、ミスプロ、まあミスプロ、でもね、パイロが最近走ってるよね。タピット、プルピット。あの辺は、まあ、もう、パイロはもう単純。おう、3では入れちゃダメ。おう、ロベルト。うん。で、そっから、やっぱつなぎが立ってる馬は、もう疲れ溜まりやすいからダメ。パイロの場合はね。うん。だそこぐらいは抑えてる。うん。ただもうパイル高いからね、多分、来年は。うん、そうそう。ハゲがダバに金出すから、いい馬が稼ぐサイクルになるんだよって言いたい。もうそれはね、もう、俺がいい馬を買う方のサイクルに入りたいっていう。うん、なんで俺いつも負け組は見えみたいな、そうそう。カムサムリだね、カムサムリだっていうね、そうそうそう。よし、筋肉ステロイドで、筋肉ステロイドだ。ステロイドはあかんやろっていう。うん、プロテインかな？あれいいのかな？わかんないけど。育成の期間はいいのかな？おお、わかんないけど。まあ、とりあえずそれでもう体作って入ってきた2歳馬なんで、まあそこら辺は全然新馬。おお、だ今までの反省全部生かしたみたいな、そうそう。150万のマンカフェ3区の詳細キャンセルドってことでね、そうそう。いや、俺も見たけどね、今日。うん。スマホというかタブレットで。おお、見たけどもということで、MU とドンと。おお、なんか、うん、あんまりちょっと、おえー、パイロ、ハゲろってどういうことだね。ただ、なんか、ここ、韻踏んでそうで全然踏んでねえし、みたいな、これ。おっパイロね、言うと思った、これ。お言うとも、完全言うと思った。とりあえず言ってみました、おっパイロみたいなね。そうそう。血統理論はいいが、結果が出てないから。だから、そこは、馬体を、ある、血統理論が通ってれば、これ完璧だと思うんだよ。おだそれは気づいたっていう、そうそう。死に身にも確かね、ロベルト、ボケに持ってくるといいみたいな。そうそうそう。こんな感じ。ジャンプがね、俺も見た。まあ、どうだろう。これ、対抗156、これちょっと低いかなっていう。脅威もやっぱね、まあでも、ワーズも悪くないか。でも、馬体重410だからね、これ。うん。で、2歳の時点でやっぱこれだとやっぱちっちゃいのか。うん。だからちょっとね、厳しいかなっていう。そうそうそう。気づいたら11時過ぎてるけど、どうしたの？いや、今日ちょっとね、15分くれたから15分ね、遅らせてしまってやるんですけど、そして15分経ちましたので、じゃあエンディング流します。ねってことでね。はい。ということで、今日は皇后の反省会でございましたってことでね。残念ながら、まあ、10着ということで、トライアビットの効果は、俺はあれ、あったと思う。確実に、ジョッキーの、まあ、段で言うと、ハミの、反応は良かったですと。うん、ただ、その2角で滑って、やる気なくしてしまった。チーンっていうね。ところが、まあ、すべてかなというところで、まあ、言うほどね、俺はまだ悲観してないっていう。なので、まあ、なんとか、もうちょっとこのね、まあ、5-5の精神面が成長するまで、もうちょっと待ってもらえないかと、いうふうに思います。なので、もちろんね、次、またね、これダメだな、あれば、控える競馬とかもちょっとやらせてみようと思うし、うん、やっぱこの精神面の成長によって、いつかこのね、スピードが生きるような環境、まあもちろんアームの不良馬も含めてね、来るんじゃないかと思ってます。なので、もうちょっと、まだ3歳だし、結果はちょっとそこは焦らずに、なんとかね、こいつにも、まあ1勝、そして私、厩舎に初勝利を、なんとかね、ちょっと俺たちの手で、プレゼントしたいなと思ってます。うん、まあちょっとムービーがね、がっつり足、まあ、切り刻んでしまって、ちょっと、まあ、しばらくお休みって感じになってるんで、まあ、この辺はね、もう今、走る馬はもう5号しかいないと。
というところになります。なのでなんとかこの5号が、まあ、精神面成長して、まあ、このトライアビットもしっかりと生きて、そのしっかりと走り切って、まあ、その上での結果を見て、まあ、今後もね絶対判断していこうと思いますんで、まあ、よかったら引き続き応援よろしくお願いしますってことでね、はい、馬の情報ツイッターに流してます、配信情報をツイッターに流しますんでよかったら見てください。こんな感じで今日は終わります。どうもありがとうございました。